木村のやつ緊張しちゃって。あのウェディングドレス素敵だった。あ、河合さんだ。やっぱり道子、カメラ映りいいわ。さすが ATV の花形アナウンサー。道子は私らの大学でもトップの出世頭よね。田丸美鈴も最初はお天気お姉さんだったって知ってた？本当に？ああ、小宮悦子なんか突撃体験お姉さんだったんだぜ。君ほどの知性と教養を持った人だ。必ず彼女たち以上のキャスターになれると思うよ。私なんか大学時代の憧れの君を取材できたらルポライターになった甲斐があるってもんだよ。ありがとう、鮫島君。